2018年9月19日、友人と3人で、埼玉県日高市の、駒郷の巾着田の、万寿沙華公園に行ってきました。駒郷及び上総の郷は、716年に、武蔵の国駒郡が設置された地です。668年に、唐新羅に滅ぼされ、亡命し、日本に居住していた、高句麗からの帰化人は、朝廷により、この地に移住しました。703年、朝廷は、高句麗王族の一人として王政を認められた、高麗若王に、小錦、すなわち、王の、かばねすなわち、姓を与え、高句麗徒来氏族である帰化人、約1700人余りを、現在の高麗郡に移住させました。すなわち、716年に設置された、武蔵国高麗郡、現在の日高市高麗郷です。高麗神社は、この駒若王を、祀っています。神仏習合の時代には、駒家は、修験者として、別当を務めていました。天正18年に、徳川家康が関東に入国すると、翌1592年、社領として、駒郷内に、三国を寄進し、また、駒は大宮大明神、大宮大明神、白髭大明神と称されていた社は、明治以降は、駒神社と称されるようになりました。境内の隣接地には、江戸時代に建てられた駒家住宅があります。駒神社にほど近くに立つ、正殿院は、駒を若王の菩提寺として、創建された、真言宗智山和の寺院で、次号の、駒山正殿院正楽寺は、若王が、高句麗より持参した、簡易殿を本尊とすることから、名付けられたと言われます。Thank you.
巾着田は、埼玉県日高市の西部、駒本郷を流れる駒川に囲まれたところにある巾着のような形をした平地です。地元では、川原田と呼ばれていて、8世紀に、この付近に移り住んだ高句麗からの渡来人が、大きく湾曲した駒川を利用し、この地を開墾し、田を作り、稲作を伝えたと言われています。日高市内を流れる清流、駒川の蛇行により、長い年月をかけて作られ、その形が、巾着の形に似ていることから、巾着田と呼ばれるようになりました。直径約500メートル、面積約22ヘクタールの川に囲まれた平地には、菜の花、コスモスなどの花々が咲き、中でも、秋の曼珠沙華群生地は、あたり一面が深紅に染まり、まるで赤い絨毯を敷き詰めたようです。